学部学院授与。国際医療福祉大学大学院長三浦宗一郎。おめでとうございます。三浦宗一郎、ありがとうございます。修了生一同礼。学長記事。まずとりあえず頑張るということと、時に立ち止まって10年20年先に関して考えてみる、アンテナを張ってみる、情報を集めてみるという、この2本立てでですね、皆様がそれぞれの将来未来というものを力強く切り開いていただくことを心から願って、私の式辞とさせていただきます。どうかですね、親身になってですね、自分の家族を見るような感じで患者さんに接していただきたいと、そのように思いますし、常にですね、患者さんはあなたのことを頼って助けを求めて目の前にいるということを忘れないようにしていただきたいと思います。ライフ主治。晴れて国際医療福祉大学および大学院を卒業される皆様、本日は誠におめでとうございます。小田原市民を代表いたしまして、心からお祝い申し上げたいと存じます。私自身としても、また箱根病院全体としても、今日の皆さんの晴れ姿、大変嬉しく思っております。皆さんがこれから長い人生の間を、プロフェッショナルの医療人として、会を求めつつ、堂々と歩んでくださることを記念して、私の花向けといたします。皆さんがですね、今日お歌いになった校歌、いいなと思いますね、ここの校歌って。生涯この歌はですね、残るわけですから、ぜひですね、おのおのが辛い時とか、それから迷った時とか、あ、小田原ってよかったなと思う時にですね、ぜひこれを、頭に浮かべながらお仕事に励んでいただきたい。学部卒業生、謝辞。私たちが進む道で悩み迷い、壁にぶつかった時、実習でのさまざまな苦楽を伴う経験が壁を乗り越えるためのヒントや自信につながるだろうと考えております。大学院修了生謝辞。今後は大学院で学んだことを存分に活かし、保健、医療、福祉の分野において誇りを持って自らの役割を果たしてまいりましょう。